おはようございます。おはようございます。<laughs> 久しぶりですね。うんうん、いつぶりかこの時間感覚がもう麻痺してて、よくわからなくなってるんですけど。確かに。私たち二人の出会いの話でもしますか。はい、いいですね。はい、あの切り出し方。<laughs> <laughs> えっと、うん、私が8月にリリースした『はい、吉沢あいこと美しい人たち』という。 ミニアルバムの中に収録している、はい「物語は今日始まる」のミュージックビデオに吉岡里帆ちゃんに出演していただいたということでそうですね、はい、そのもう本当に素敵な曲で私は少し臆病な。 外に出ることが怖くて怖くて仕方がないなんか家の中にこもっちゃうっていう役柄的にはが、はい。作る時に監督さんに、はい、その子どもの頃の話をしたらうん、うん、じゃあそれを映像にするのが一番いいんじゃないですかって言われて、はい、でその主人公がりほちゃんっていうことで。うんうん、そうですねあのー どうでしたか第一印象というか第一印象はもう本当に緊張してて、うんはい、もう,こうりょうちゃんも現場に入っててうん、うん、後から入ってきたんでそれが芸能の世界ではご発動なのか分からなかったんですよ <laughs> なんか女優さんより後に入ってきたら怒られるのかとかでもそういうスケジュールになってるしみたいなんで <laughs> ドキドキしてたんですけどはい あの「よろしくお願いします」って顔を合わせた時になんかりほちゃんの顔にサッ「さ」ってちょっとなんか人見知りじゃないけど、うん、フッてなんか感じたんですよ。はい、で、うん、その時になんか、うん、あ私もだよって思ったんですけどでもどう思ってたか分からんないけどい<や> <laughs> なんか私は割とお仕事を。 しにに行く時にできるだけ明るくちゃんとしなきゃとか意気込んでいっちゃうタイプで嫌な思いさせたくないなっていつも思っててでもなぜか嫌われるの前提でいっちゃうみたいなとこがあってなんかわかんないそれはなんか多分私の弱い部分だと思うんですけどだから会った時に大丈夫だよって思ってくれてるのをなんとなく私も感じてたから。 なんだろうかよちゃんは多分受け止めてくれる人だなというか私も人見知りだから、うん、あの私なんかに人見知りしないでくださいもうどうでもいい相手なんでみたいなひ<う>にかねばって思って2階にかよちゃんが行ったから <laughs> そう逃げちゃったんですね <laughs> <私>そうだ緊張しすぎて <laughs> 2階に行かれたと思っ, <laughs> って <laughs> そうそしたら追いかけてきて怖すぎますよね なんか顔をひょいって出しては <laughs>、うん、ーと思って <laughs> そうだなぜか弁解しだすってかよこさんこのコラボレーションミニアルバム吉澤佳代子と美しい人たちリリースしましたねうん、うんはい、そうですねフィーチャリングしたアーティストさんがいらっしゃるとか 岡崎体育とか、私立恵比寿中学。はい。塚部圭一さんなどなど。おお、豪華な。ね、そうですね。このなんか一緒にやろうってなったのは、全部かよちゃん発信なんですか。かよちゃん発信なんですよ。<laughs> <laughs> そうなんですよ。<laughs> なんかきっかけがあったんですか、サンボマスターさんも含め。えっとね、サンボマスターさんは。子供の頃が本当に、まあ、大好きで、あの、ミュージックビデオのように、テレビで見たときに。はい。 衝撃が走って、うん、その頃学校にほとんど行ってなかったので、はい、こう卒業式の予行練習に出るのがちょうどそういう時期だったのかな、うん、がすごい強かったんだけど、うん、サムマスターの曲をなんかが流れてきたら、うん、私だけに歌ってくれてるって思って、うん、それでなんか心の恋人と思って、うん、こう予行練習に行ってはこうその曲を聴いてみたいな感じで卒業式に出れて、うん、それで。うん なんかサンボマスターに会いたいサンボマスターとお話ししたいと思って音楽を仕事にしようって思ったんですけどすごくないですかそれだってね <laughs> こんなちっちゃい佳代ちゃんが勇気をもらったわけですよねサンボマスターさん見て、うん、そのサンボマスターさんが今佳代ちゃんに楽曲を提供してるという、うん、ねえんか夢みたい。夢みたい だしそのミュージックビデオを見たファンの子とかが吉岡涼ちゃんは私自身だみたいな風に今その吉田海子の曲を聴いてっていう風に言ってくれてなんか巡り巡ってるっていうのが、うん、確かに連鎖してるうんそう連鎖しててなんかすごく。 不思議な幸せがでもなんかこうなるべくしてなるとか、うん、あと一期一会私めちゃくちゃ信じてるタイプでなんか縁って絶対もう決まっててどの人と会うとかが毎日引き寄せられてるって思ってて、うん、でもかゆちゃんとの出会いは特にその中でも恋というか。うんうん うん、なんかなんて言うんだろう細い糸とかがギュッてこういろんな糸絡まって、うん、強い紐でグッて引っ張られてるような、うん、なんかそういう気持ちになったのを覚えていますすごい今ちょっと泣きそうなんですけど <laughs> そんんなこと言ってくれるんですかいやいやもうほんとそれぐらい衝撃がありましたね <laughs> うーんなんか嬉しい、うん、これは素敵な出会いう <laughs> 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 うん、うん 素敵な出会いをありがとう私もありがとう <laughs> <laughs>